こんにちは、ゆっくり歌劇団は、フランス第二の都市、リヨンに来ています。今日はここから、1日に1本だけ走る、国際列車に乗ってみたいと思います。その名も、アベ。フランスの西隣、スペインからやってくる高速列車です。この特急は、朝8時に、スペインのバルセロナを出発し、リヨンへの到着は、午後1時過ぎ。そして、2時に折り返し、スペイン行きとなって、バルセロナに帰っていくのです。所要時間は、およそ5時間にもなる長旅です。道中の車窓は、変化に富んでいて、高速区間を走ったかと思えば、湿地帯や山々、それから、地中海まで見えるんだそうです。これだけでも楽しみなのに、車内ではさらに、お食事のサービスまでついてきます。もちろん、アルコールもあります。スペインのお酒に気を取られて、景色を取り逃さないようにしないといけませんね。車両は、フランスの誇る、GGV をベースにしたもの。だが、デザインが若干異なり、客室も、スペインオリジナルの部分が、多く存在する、らしい。サービスや内装は、鉄道作家、宮脇俊造公も、絶賛していた列車だ。異国情緒が満載で、楽しみだよね。現在時刻は、午後1時前。間もなく列車が来るはずなので、まずは、駅に入るところを見ようと、到着案内の前で、待機してる。のですが、なかなかホームが表示されません。さっきから、備考欄に、変な文字が出てるのが引っかかりますね。スプリーム。英語なら、最高の、とか、最上級の、って意味だけど、発着案内に流す単語じゃないよな。だいたいそれ、綴りが少し違うでしょ。ゆっくり、ちょっと、翻訳アプリで調べてみなよ。やべえ。どうした？なんて出てきた？聞いて驚け。意味は、削除した。つまり、画面に出てるのは、運休の表示だったんだ。乗車予定だった列車の行き先、バルセロナがある土地は、カタルーニャ地方といい、独自の風習、文化を有している。話す言葉も異なり、そこに住む人々は、ここは、スペインとは違う、独自の土地、民族である、という意識が強い。こうした背景から、この地方は、昔から、独立運動が、盛んに行われてきた。特に、私たちが、スペインを訪れた、2019年の秋は、2年前に、独立を強行して逮捕された、前、修復首相らの裁判が行われており、各地で住民が、抗議のデモ活動を活発にしている時期だった。このデモは当局への申請なしに、突発的に行われるものも多く、その都度、バルセロナの市内は混乱していた。サグラダ・ファミリア大聖堂などの観光地は、安全を考慮して閉鎖。地下鉄、バスも、抗議の一環で、ストライキを起こし、在バルセロナ、日本領事館は、毎日何通もの安全情報メールを送信していた。この日のアベも、おそらく抗議デモの影響を受けたのだろう。これによって、朝にバルセロナを出発する、リヨン行きと、折り返しの列車が、両方とも運休になってしまったのだった。こういうことがあるから、みんなも外務省の、海外安全情報配信サービスは、なるべく登録しておこうね。しかし、困った事態になりました。今日の宿は、目的地バルセロナで、すでに予約済み。明日以降も予定が詰まっているので、今日中にスペインに行けないと予定が崩壊してしまいます。けれども、リヨンからスペインへ向かう列車はキャンセルになった一本しかありません。ゆっくり歌劇団のスペイン編は初日の昼でいきなり山場を迎えましたな。どうしよう。パリまで戻って飛行機使うって手があるよ。もしくは高速バスか。4時に出発して、バルセロナに着くのは、深夜2時半から3時前ですけど。それは、できるだけ避けたいな。あ、一つ方法を見つけました。パリからリヨンを経由して、スペインのバルセロナへ走る TGV がいるんです。その列車に乗れれば、夜8時にバルセロナに着けるみたいです。それ、いつリヨンに到着するの？今から2時間後なんですけど、ちょっと問題もあります。リヨンの停車駅が、今いる、市内のパールドゥ駅ではなく、リヨン、空港駅、なんです。行き方は？国鉄の電車じゃ難しいですね。一番手軽な交通手段は、トラム、路面電車みたいです。とにかく、詳しいことは、乗ってからにしましょう。愛さんが珍しく有能だ。切符は、もう買いました、こいつの間に。
オンラインで簡単に購入できちゃうんですよ。お値段も、券売機で買うより、少し安いみたいです。というわけで、急遽、リヨンの、空港アクセス用路面電車に乗ることになりました。これは、ローヌエクスプレスといって、現在、リヨン市内と空港を結ぶ、唯一の公共交通です。市内向けの路面電車とは異なる、赤い、専用車両が用いられます。通常の路面電車より、停車駅が少なく設定され、およそ18キロ離れた空港まで、30分で走ります。車内はスーツケース置き場があり、1時間に4本走るなど、便利な反面、運賃が、市営交通とは別料金、それもちょっとお高めです。いやしかし、こういう非常事態で、値段に文句言ってる場合じゃないよな。それよりも、もっと深刻なことが起きてる。ツイッターに、緊急事態が起きたって書き込んだら、一瞬心配されたんだけど、乗る予定の列車が運休になったって続けてツイートしたら、なんだいつものことかって解散された。ゆっくり、怒るよ。ツイッターやってる場合じゃないでしょ。私が必死に迂回ルート調べてた時に、そんなこと発信してたんですか。広報活動は大事だと思いまして。いやそうじゃないんだ。今のは冗談。さっき愛さんが調べてくれた列車の切符を買おうとしてるんだけど、国鉄のホームページでも、アプリでも、なぜか購入できないんだよ。フランス国内を走る、他の TGV は、購入に進むボタンが出てくるのに、スペイン行きだけ、それが表示されないんだ。購入不可と表示されるのは、大体、席が全部埋まってしまった場合なんですが、この時期に、バルセロナ行きだけが満席ってことは考えにくいです。もしかすると、システムエラーの可能性があります。こうなったら、駅の有人窓口で頼み込むしかないですね。1時間後、私たちは、帝国に到着した、バルセロナ駅の TGV に乗車しました。切符を買わずに、です。先ほどゆっくりさんが、チケットを購入できなかったのは、予想通り、不具合によるものでした。フランスとスペインにまたがる列車は、通常と異なる、少し特殊な予約システムを用いていたので、リヨン空港駅のチケットセンターでも、発券ができなかったんです。係員からは、アベの切符があるなら、そのままバルセロナ駅の TGV に乗ってください、と言われたので、半信半疑のまま乗車することにしました。車掌さんに事情を説明したところ、運休になった列車の切符を持っている人は、追加料金なしで、目的地まで乗車できるとのこと。実は、リヨン駅、空港駅の両方で、振り替え乗車の案内放送が流れていたそうなんですけど、言語がフランス語だけだったので、私たちは、全員が聞き逃していました。とにかく、これでなんとか、今日中にスペインには行けそうです。TGV は、全席指定の列車ですが、この日は特別措置で、空席の場所に座らせてもらいました。後ろ向きですし、アベと違って、食事サービスはなく、席もバラバラですけども、今はもう、乗れるだけで十分です。贅沢は言えません。ゆっくりキンスケゆっくり君たち、うるさいよ。静かにしなさい。無事に乗車できたんだから、お決まりの、車両紹介でもしたらどうですか。どうせこれも、一癖あるんでしょ。二癖ぐらいあるぞ。でも、どうせっていうことないだろ。その通りなんだけどさ。この列車は、TGV デュプレックスの、第三世代型。スペインをはじめ、近隣国の直通に対応させた編成で、ユーロデュプレックスと言います。見た目は、先頭の機関車、中間の客車ともに、変わりありません。でも、よく観察すると、先頭車両の灯火類に、違いが見られます。最初に製造された編成は、左右のライトのうち、外側がヘッドライト、内側の LED が、テールライトと、役割が分かれていました。けれど、ユーロデュプレックスからは、内側の LED ライトが、ヘッドとテールの兼用タイプになったんです。なので、この方からは、外の光が多い時間は、内側のヘッドライトのみを点灯させています。昼間でも、外側のハロゲンライトをつけている編成は、初期型。内側の LED がついている編成は、改良型、と覚えておきましょう。他にも、外観では、ドアの開閉ボタンが、軽いタッチでも動くものに変更され、
っても見にくかった、モノクロ液晶の行き先表示が、LED に置き換わりました。あと、ドアとホームの間に展開する、収納式のステップが廃止され、ホームに干渉しない大きさの、固定式に変化している。それって、遠くからでもわかるの？小さいし、ほぼ判別不能だろうな。とりあえず、使い勝手に関する、細かいところが向上してるってことです。また、車内も大きく見直されています。TGV デュプレックスの第一世代は、赤と黒を基調にした、重厚で、暗い配色のインテリアでしたが、この車両は、第二世代型で採用された、紺色と、紫系の内装を、引き続き採用。加えて、情報案内モニターが新たに備えられ、現在地や速度、乗り換え情報などが流れるようになりました。この第3世代型は、2011年から生産が始まり、目的や製造年代ごとに、内部が少しずつ異なっています。当初、ユーロデュプレックスは、国際専用として、55編成が発注されました。内訳は、ドイツ、スイス直通仕様が30本、スペインの乗り入れ用が10本、それから、ルクセンブルク用の列車が15本です。このうち、ドイツ、スイス直通仕様にだけ、座席の上に予約の有無を示す液晶装置が備えられています。この2つの国の優等列車は、任意予約制といって、同じ車両の中に指定席と自由席が混在しています。さらに、指定席でも、予約が入っている区間以外は、自由席扱いになるため、座席には、一席ずつ、予約席か否かを表示する装置があるんです。でも TGV って、どこの国でも、全席指定で運転されるから、本来なら、この装置はいらないはずなんですよね。多分、座席の予約管理システムの都合でつけてるんじゃないかな。これらの国際用編成が出揃った、2015年、国鉄はさらに40本もの追加発注を行います。実はこの時、フランス西部に総延長500キロ近くに及ぶ高速線の開業が控えていました。そのため新規にまとまった数の列車が必要になったんです。しかし一方で、国際路線の拡張は一段落し、近隣国用の列車は編成数が足りています。ですので、追加分はユーロデュプレックスをベースにしながらも、他の国への乗り入れ機能を持たない国内専用車両として製造されました。この最新バージョンは客室構成が今までとは異なっている。これまでの車両は前から3両目までが一等席、4両目の売店専用車両を挟んで残り4両が普通席だった。1階、2階席とも同じクラスの座席を配置していたのだが、最新型は3両目を1階が普通席、2階に一等席という変則配置にしたのだ。その結果、わずかながら定員が増加している。次に大きく変わったのが座席そのものだ。一等席座席はプライバシーが保てる大型シェルが付き、背面のテーブルは開閉に連動して付く読書灯を装備。電源は通常のコンセントに加えて USB ソケットが追加され、おまけに小さなミラーまで付いている。普通席もコンセントが増やされ、各席で携帯端末などの充電も可能になった。そしてどの車両も LED の照明に白やライトグレーを積極的に用いた色使いで全体的に明るい室内だ。それとともに、荷物棚やテーブルには木目をつけて汚れの目立ちにくさと高級感を両立している。4両目の売店車両も白を主体にした明るい雰囲気に様変わりした。ただし、カウンター席は必要以上の長居ができないよう座面のクッションが省略されている。この新シートを装備した編成はパリから西部の大西洋に面した都市へ運転されるけれども、すべての列車が新しい座席ではなく、旧内装の TGV デュプレックスも少なからず紛れ込んでいるので、狙っての乗車は難しいかもしれない。 TGV デュプレックスは1995年に製造が始まった第一世代から数えておよそ四半世紀、外観は塗装以外ほぼ変わらないまま製造が続けられました。新しいシートを装備した追加分40本の製造も終わりが見えてきて、1階建ての初代 TGV 車両より長くなった生産の歴史にようやく幕を下ろす。かと思いきや、2019年6月にさらなる追加発注が行われます。
こちらも、フランス国内用なので、近隣国との直通機能は持ちません。生産は、2021年から22年にかけて、24年に登場予定の、次期 TGV と並行して、製造される計画になっています。なんだか、すごい数が増えてない？最終的に、どれぐらいになるの？二階建て車両は、第三世代型だけで、110本、それから、モロッコにも輸出されているから、合計122編成だって。加えて、両端に連結される機関車は、自己廃車を考慮して、余分に生産されてますし、4カ国直通の、タリスにも採用されています。現在、デュプレックス用の機関車は、400両以上いて、初代から、最新型、派生モデルまで、外装パーツがすべて、同じ部品で構成されています。構造が、基本的に一緒なので、部品の調達が、安く、簡単な上、整備に関する知識を、幅広い拠点で共通できるのが強みです。さらに、前面の部分は、破損やメンテナンスを考慮し、細かく分割されてます。もし何か障害物と当たって、ひびなんかが入っても、壊れた場所だけ部品交換すればいいので、復帰が素早いんです。その上、整備をするときには、運転台の部分までが外せて、中の配線や構造物に、直接アクセスできる仕組みです。至ってシンプルで、合理的な手法ですよね。でも、分解した車両を再び組み立てるとき、フランス流の、大らかさが出てくるんです。どの車両でも、構成する部品が同じ、ということは、形さえ合っていれば、元の車両のものを付ける必要がありません。他の車両についていたパーツでも、装着できてしまいます。汚れた車体に、新品の綺麗な部品をポン付けしただけなんて、まだいい方。ひどい時には、通常の TGV に、格安列車、ウイゴーの部品がくっついていたり、国際列車、タリスに、TGV 用の部品が取り付けられてたりするんです。それはまるで、そこら辺に転がってるパーツを、手当たり次第に組み付けたんじゃないかと思える適当さ。こんなので喜ぶ変人なんて、ゲテモノマシン大好きな、ゆっくりぐらいなものです。TD も気に入ってるぞ。だからそういう例外を持ってくるな。せっかくの、おしゃれの国の列車が台無しだろ。走行している間に、進行方向左手には、海が見えてきました。線路は、湿地が広がる場所を通されているので、あたかも、水の上を走っているようです。夕暮れの空も相まって、とても幻想的な車窓が広がります。あれ？今すれ違った、白い TGV みたいなのって。スペインから走ってきた、アベだな。おそらく、フランス南部の、マルセイユ駅だと思う。あの列車は、午後1時25分に、スペインの中央に位置する、首都のマドリードを出発。その後、バルセロナを経由し、9時30分にマルセイユに到着する。そして翌朝8時に、スペインへ戻っていく。今日もし、この TGV に乗れなかったら、マルセイユで一泊して、翌朝の、マドリード駅に乗るって手も検討してたんだよ。割と近いマルセイユからでも、5時間近くかかるんですか。スペインって、遠いんですね。でももう、ここを過ぎたら、スペインやポルトガルのある、イベリア半島だぞ。それに昔は、もっと遠い国だったんだ。1960年代後半から、2010年まで、この線路には、カタランタルゴという、異色の列車が走っていた。スイス西部の、ジュネーブから、フランスを横切り、スペインのバルセロナを結んでいた、3カ国直通特急だ。プラレールか、おもちゃの電車のような、ずんぐりした車両で運転されていたので、3、40年前の、図鑑や旅行記をお読みになっていた方なら、印象に残っている人も、多いのではないだろうか。実際に乗ったって人も多そうですね。カタランタルゴは、午前11時30分頃に、ジュネーブを出発。何時間もかけて、フランスの南部を横断し、夜の9時半に、バルセロナに到着するダイヤだった。860キロを、10時間近くかけて走行していたのだ。長いな。長かったんだよー。一方、この TGV は、ジュネーブよりも遠い、パリを、午後の2時に出発し、カタランタルゴより1時間早い、午後8時34分に、バルセロナに到着する。1000キロ以上の道のりを、6時間40分で走破するのだ。
それを可能にしたのが、時速300キロ対応の車両と、足元の線路だ。北のパリから、地中海が目前に迫る、南岸の地域まで、TGV は、高速用の線路を、時速300キロで、一気に走行する。その後、西に進路を向けてからは、スペインの近くまで、在来線を走るが、一昔前まで、国境の構造に、問題があった。フランスの線路は、在来線も、高速線も、新幹線と同じ、幅が1435ミリの、標準規で作られている。対して、スペインの在来線は、それより20センチ以上も広い、1668ミリの幅を採用していた。線路の幅が違うので、フランスとスペインは、同じ車両が直通できずにいたのだ。唯一、カタラン・タルゴだけが例外で、車輪の間隔を変えられる、特殊な車両で運転していたが、これも、異なる線路幅への切り替えと、車両のつなぎ替えに、30分近い時間を要していた。つなぎ替え？ああ、この件は、後日、ゆっくりが鼻息を荒くしながらめっちゃ早口で幕仕立てると思うので、良い子は楽しみに待っててね。車輪のロックを外す機構が、それでですね。時は流れ、2010年に、スペインとフランスの間を直通する、高速列車用の線路が完成。ネックだった線路の幅は、スペイン側まで、国際標準規格で作られたので、TGV が、そのまま乗り入れ可能になりました。これによって、従来のタルゴでは、30分かかっていた、国境越えは、時速300キロで通り過ぎるようになったんです。ただ、昔は、山あいに作られた、のどかな駅に、長時間停車していたのに対し、新しい線路は、山の中を、直線で突っ切る形になり、若干味気なくなったのも確かです。まあでも、今はもう、日が暮れて、どっちにしろ外は見えないですし、目的地に着けるだけでありがたいですから、あまり気にしません。想定外のハプニングと移動で、かなり疲れたよな。Señores viajeros, próxima estación Figueras Vilafán. Renfe y SNCF les agradecen que han elegido nuestro servicio y confiamos poder atenderles de nuevo a bordo. Por favor, no olviden sus objetos personales. Por su seguridad al bajar del tren, tengan cuidado con la altura del andén. Gracias. Señores viajeros, 長いトンネルを抜けたら、ようやくスペインです。車内のアナウンスにもスペイン語が流れてきました。列車はここで、走る線路が反対になります。と言っても、進行方向の話じゃありません。フランスの鉄道は、一部の地域を除き、左側通行でしたが、スペインは、右側通行なんです。TGV デュプレックスは、こういった、異なる線路の運用を考慮して作られたので、車体中央に運転台を配置し、どちらの方式にも対応できるようにしています。大きく速度を落としたかと思ったら、左側の車窓には、対向の線路が現れ、ほどなくして、奇才の芸術家、ダリが生まれた、フィゲラスに到着します。それから1時間後の、午後9時30分、パリからの TGV は、無事に、バルセロナサンツ駅に滑り込んだ。線路の安全確認や、車両のモード切り替えに時間を要し、列車は定刻より、1時間ほど遅れたものの、我々は、なんとか目的地に到着できたのである。よかった。ホテル代が無駄にならなくて。みんなー、よく見とけー。予定通りなら、あそこに止まってる車両に乗るはずだったんだ。あれだったんですか。見た感じは、本当に白い TGV って感じ。あ。なんだか、反対側のホームに、知ってる顔ならぬ、よく知ってる車体の子がいますな。今日一番活躍した人にそっくりですねー。いやほんと、愛さんがこの TGV を見つけなかったら、深夜バス、バルサ号の4列シートに乗ってたところだったからな。で、あの列車に乗る予定はあるのか？乗りたい、と思ってるけど、運用が読めないんだよ。少し前まで、車両ごとに、担当路線が決まってたのが、今は全部混ざっちゃってるみたいなんだ。それより、ついて早々に、こういうこと言って悪いんですが、駅の雰囲気からは、あんまりスペインって感じがしないです。この駅は、ホームが全部地下なんで、見栄えは良くないんだよねー。とまた、降りようか。とりあえず、当日中に、バルセロナに着きましたな。
ありがとう、TGV デュプレックス。と愛ちゃん。今ちょっと、駅構内の警備が厳しいので、あまりホームに長居できないのが残念です。さてさて、ここスペインは、広大な大地に、独特の文化が広がる国です。気候も違えば、地形も特殊。そこには、土地に合わせて、独自の進化を遂げた列車たちが存在するのです。何のことかは、見当がついている方もいらっしゃると思いますが、一旦今回は、この辺りで、お開きにさせていただきます。ご視聴、ありがとうございました。